旧起点北海道道線148号札幌恵庭自転車道線は北海道札幌市白石区と北広島市を結ぶ一般道道である自転車歩行者専用道路で札幌市行きは札幌市管理路線通称は札幌江庭自転車道路札幌市内では白石区区間を白石ココロー路厚別区区間をだまりロード 2004年に開通した北広島市区間はエルフィンロードと呼称される。北広島市中心部では、京栄広島通り、メイプルスーの別名で呼ばれている。以前は札幌市内では白石サイクリングロードと呼ばれていたが、サイクリングロードという名前では自転車優先という印象が強い等の意見を踏まえ、より歩行者も利用しやすく愛着を持ってもらえるよう、厚別区では2008年、 白石区では2015年に公募により新たな愛称を決定した。現在、開通区間の大部分は1973年に廃止された旧日本国有鉄道地と世線の跡地を転用したものである。JR 北広島駅を少し過ぎた地点まで完成しており、起点側が堂々滝の上野ポロ自転車道線に接続し、 終点側は JR 恵庭駅前まで延長する予定になっている。路線は北広島市内で千歳線と並走する。数箇所を除き、車道との交差は立教かアンダーアッパスである。ありがとうございます。